県名女子学院中学校、高等学校は、兵庫県姫路市に所在し、中高一貫教育を提供するカトリック系の、私立女子中学校、高等学校。高等学校においては1学年の生徒総数180人の、うち20%弱の35名の生徒を募集する、循環前中高一貫校。聖母法研修道会を母体とする、学校法人県名女子学院が設置。 運営している。姉妹校に学校法人県名学院が運営する県名学院幼稚園、小学校、中学校、高等学校がある。高知の北側に同じくカトリックのミッションスクールである純真学院中学校、高等学校が隣接している。こちらはベルギー発祥の修道会による設置であり、別の学校である。聖職者同士での交流はあっても、 公的な意味での生徒交流はない。姫路城大天守第六層から南東望。県名女子学院の校庭は中ほど右側学校の裏門になっている。姫路城の内慶口門の石垣1796年にフランスで創設された聖母方見修道会が1948年6月来日し、1951年4月県名女子学院中学校。 県名女子学院高等学校開校。現在投校を運営する学校法人県名女子学院はカナダから来日した同修道会の支部により創設された。公名の県名はカトリックの七つの徳に含まれる県旅、聡名に由来して付けられた。校内のあちこちに聖母マリア像があり生徒たちを見守っている。姫路城のすぐ東隣に校舎を構えている。 付近には美術館、博物館などがあり、また都会の学校ながらグラウンドも広く施設が充実している。キリスト教のカトリックの教えによりザベストを教育理念としている。思いやる力、作る力、叶える力の三つの力を養い身につけることを教育方針としている。2013年度からは高校がコース制となりソフィアコースとルミエールコースに分かれた。 2011年に創立60周年を迎えた。南韓国公立大学を目指すソフィアコース、南韓私立大学、国公立大学を目指すルミエールコースの2コースが設置されている。1クラス約30から40名の4クラス、または3クラス編成である。カトリックの学校であるが、土曜日に4時間授業を実施している。さらに、 毎週木曜日は7時間目まで授業を実施している。このことにより、増えた時間を基礎学力の定着や、演習など理解をより深めるための質の高い学習に当てている。中学の英語の教科書は、プログレスイニン,ングリッシュを使い、中1ではクラスを2分割した少人数授業を実施し、英語の力をしっかり身につけていく。そして中2からは A、数で、 修塾度別授業を実施している。中学では週4日、高校では週6日の放課後希望者補修や英語と数学の指名補修を実施している。国公立大学進学者数の増加を狙い、中高のソフィアコースの生徒には放課後の数学強化補修を週1回行っている。夏休み中も約60もの講座を開講している。英検対策など、 対象学年を限定しない講座もある。高校課程の多くを2年で終える。本校では、興味のある分野や、学問の面白さを発見し、勉強に前向きに、自発的に学ぶきっかけになるように、理系や文系といった枠を超えた、クロススタディを実践している。1年間で、自然科学、人文科学、芸術からにテーマずつ、計6テーマを学ぶ。週1時間。 1> 月一テーマで行われる。6年間通じて宗教の時間があり、生き方や平和、奉仕の精神について学んでいく。母体となる聖母法権修道会は1796年にマリー・リビエにより創立。1948年6月、聖母法権修道会カナダ管区本部から修道女4名が来日し、大阪阿部野に居住して日本地区本部を設立した。 1950年6月、姫路に土地を購入し、中高一貫校の本学院が開校した。中高生は一緒に活動を行っている。入部率は高い。少林寺憲法部は全国大会の常連である。学校創立時の1951年にカナダから来られたシスター方により制定された愛服と呼ばれている着こなしが基本とされている。 紺のウールのベストに白の長袖ブラウス、全中央に小さなクルメボッタンのついた全箱ひだのプリーツスカート。そして中学は赤、高校は紺のリボンをつける。靴は白と紺のコンビであり、通称パンダ靴と呼ばれる。凛として清楚なベスト姿にパンダ靴は懸命性のトレードマークとなっており、遠くからでも懸命性だとわかる。 2019年に制服が基調を変えずも新しく制定される。ありがとうございます。